さあ、それではお待たせいたしました 6×6 グランプリ決勝 A 面4分間のレーススタート。ドライバーズオンザトーン。さあ、勢いよく飛び出していった14台のマシン、最初のミニコーンセクション。さあ、ここは冷静にかわせていけるか。さあ、そしてこの中央エリア結構いやらしい。3本連続のミニコーンからあっとトップグループ絡んでしまった。抜け出してきたのはカーナンバー7番平岩選手、ホワイトにチェッカー柄のコングヘッド。さあ、第3コーナーを曲がってヘアピンセクション、そして第1ジャンプセクションエリアに向かっていく。あっと、しかし転倒。さあ、これでおっとトップスタート虫ヶ選手、ここはやはりというべきかトップに再び返り咲いてきた。パープルのホイール、ブルーのボディ。さあ、これでトップに立つ江戸屋クラブ虫ヶ明選手。さあ、そして2番手にはアドバンテージ西岡選手、谷口選手、安藤選手と続く。さあ、レース時間は50秒経過です。はい、それではバツザクラス G メインの決勝の予備といたします。1番下出選手、2番中島選手、3番花岡選手、4番河合選手、5番田代選手、6番田子選手、7番、鈴木泉選手、8番宮本選手、9番吉田選手、10番井上選手、11番秋元選手、12番後藤選手、13番青木選手、配布場までお越しください。さあ、レースタイムは1分25秒経過しています。トップはカーナンバー1番ポールポジションスタートの虫ヶ明選手、今オメガジャンプセクションから実況席の前を通過していきます。ブルーゼッケン番号1番をつけたマシン、追いかけるのがオプティマスカラー、ブルーとレッドのカラーリング、カーナンバー4番谷口選手のマシン、そして3番手安藤健二選手は今ジャンプセクションを抜けていくところでしょうか。さあ、1番、4番、8番、2番、6番トップ5カウントで、まもなくレース時間折り返しの2分経過となります。さあ、依然トップをキープするのは虫ヶ明選手。さあ、オメガターンに向かってきます。ヘアピンセクションからホームストレート、ブルーにパープルのホイール。さあ、追いかけるのはカーナンバー4番谷口選手、フロントレッド、リアブルーのカラーリング、そして安藤選手と俊雄選手、ここは激しい3番手争い。さあ、ジャンプセクションで接触。さあ、その2番手3番手グループを尻目に虫ヶ選手が単独9周目に入っています。レース時間は2分30秒経過、残り1分30秒。さあ、オープニングラップこそポジションを落としましたが、2周目以降はポジションキープ。カーナンバー1番虫ヶ明選手、今ストレートエンド。さあ、そして谷口選手と安藤選手、タイム差0.3秒、その後ろ0.8秒で俊雄選手。2番手争いはかなりの接戦。さあ、しかし虫ヶ選手もワンミスあれば一気に、ね、差を縮められますので、ここは気が抜けない展開。さあ、単独11周目に入ってレース時間残り50�秒。さあ、ここで2番手に立つのは安藤選手、そして谷口選手、俊雄選手とポジション変わっている。さあ、トップマシン虫ヶ選手は再びブルーのコントロールラインを通過、12周目。さあ、残り時間いよいよ少なくなってきている。さあ、俊雄選手が2番手に上がってきた。1番、2番、4番、8番という展開。レース時間残り20秒、トップ虫ヶ選手単独13周目に入っている。後続を大きく引き離しているか。さあ、2番手グループは今青いテントの前を通過していきます。ブラックゴールドのカラーリング、俊雄選手。さあ、残り10秒、虫ヶ選手はもう1周入ってくる。ホームストレートからコントロールライン、これで14周目突入。レース時間残り2秒1秒、ここで4分経過、チェッカーフラッグ。さあ、カーナンバー2番俊雄選手が2番手確定ゴールイン、13周。そして3番手谷口選手、4番手、安藤選手、そして西岡選手が5番手確定。そして最終コーナー立ち上がって、カーナンバー1番エデアクラブ虫ヶ明選手が総合優勝、おめでとう。14周4分14秒ゴールイン、全車ゴールインです。